東南アジア南部に位置するインドネシア。13,500 ほどの島々からなるこの国の人口はおよそ2億7000万人で世界第4位。国民の平均年齢は 29.7 歳と若年層が圧倒的に多く、今後さらなる経済発展が見込まれていることなどから可能性の大国と呼ばれています。私は今インドネシアの首都ジャカルタから車で3時間ほどのバントンというところに来ています。今からですね、こちらのホテルで東アジア地方政府会合が開かれます。東アジア地方政府会合は平城遷都1300年を記念し、奈良県が中心となって提唱した国際会議で2010年から開催されています。今回で11回目となる会合の舞台は、標高が高く避暑地として人気が高いインドネシア第3の都市、西ジャワ州のバンドン。海外での開催はこれで2回目となりました。会合に参加するのは地方政府、国同士の付き合いとは別に地方政府で共通する課題について話し合うもので、今回は韓国やベトナム、マレーシアなどを含む7カ国61の地方政府が参加しました。主催者である西ジャワ州のカミル知事は、我々の持つ強みや弱みを共有し、各地方政府が意見を持ち寄り、いい未来を構築できるよう、コロナ後の産業や観光についてお互い支え合っていくことが重要であると挨拶しました。日本からは奈良県、広陵町のほか静岡県や和歌山県が現地を訪れ、各国の地方政府の代表と交流を深めていました。メインセッションで荒井知事は、若者の流出が課題である奈良県は雇用の創出が大きな目標であると話し、大和平野中央田園都市構想に基づくまちづくり計画や五条市で整備を進める大規模広域防災拠点の紹介などを行いました。また広陵町の山村町長は、地場産業である靴下のブランド化などを発表しました。そして会合を締めくくる総会では、来年10月に中国山東省臨沂市で次の会合を開くことが正式に決定しました。その小さな奈良県がですね、このような大きな東アジア地方政府会合を提唱して11回目をここで迎えることができたの、感慨深いと思います。国と国とは対立することが多いんですけれども、地方は本当に願っていることは同じ、困っていることも同じ。東アジアが平和と繁栄をこれから築いていくためには、このような会合を、議論をどんどんして会合を何度も続けていくことが一番の近道であるということを改めて確信いたしました。インドネシアの国がどんどん成長しているというのか、発展しているというのを実感できました。みんなが力を合わせて知恵を出すということが大事だなと、このインドネシアでもいろんなことに取り組まれているというのがよく分かりましたので、それを生かしてまた広陵町の行政に反映していければというふうに思います。今回の奈良県訪問団には経済関係者の姿も。東アジア地方政府会合に合わせ、県内の経済関係者らがインドネシアのビジネスについて視察を行いました。この日訪れたのは、川西町に本社を置く金属加工業株式会社半建製作所のインドネシア工場。インドネシアでは近年の著しい経済発展により多くの日系企業が進出していて、半建製作所は業界の先駆けとして1995年にインドネシアに進出。売上のおよそ7割は海外だといい、インドネシア工場は世界各国の取引先に製品を供給する生産拠点となっています。現在はおよそ430人の従業員が働いていて、燃料タンクの製造などを行っています。
参加した経済関係者はインドネシアの雇用形態や進出のメリット、デメリットなどを質問していました。年齢的にも非常に若い人たちが数が多くって、でこれからものすごく、まあ、力になっていくだろうというように感じましたですね。すぐに今の最前線へ出てこれるというような、まあ、感じでですな、すぐ追いつかれるというか、その追い抜かれるなというような、まあ、そんな感じを受けましたですね。本当にうまくやられてるなという、まあ、年数がかかっていると思いますけどね。まだ中小企業の中央会としてもね、そういうのは PR もできるのかなと、していくようなことも必要な時代かなというようなことを思いました。いろんな投資の話をね、とか誘致の話、工場のね、そういうようなことを聞かされて、この国はどんどん発展していくと思ったと同時にね、若い人たちのね、やっぱり目 の、 あの力っていうのかな、あの輝きが素晴らしいものがあると思う。負けないように頑張らない、日本人も頑張らないかと思います。その他、インドネシアのショッピングモールには奈良県を PR するブースが設けられました。新井知事は官民連携が大切だとした上で、今後も東アジアとのつながりを維持し、相互理解を深めていきたいと話しました。奈良の経済界の方が来ていただきたいことでございます。国際的な場で官と民とのパートナーシップというのはこれから一つ大事なことだ、奈良にとってもいいことになると思いますし、もう大きな世界の東アジアのためにも奈良県が貢献できることも見つかってくると思います。